はいこんばんは。えー、本日この会話ですね小池由里子さんについてね喋、えー、ってみたいと思い,思います、えー。今日ですね、えー、この小池さんについて喋るのはこの「文春オンライン」でですね小池さんをめぐって座談会がね、えー、開かれている開かれたんですね。でそれでね小池さんをよく知っているその3人の方がですね、えー、この小池さんの人間性についてとかね、えー、それからまあ えー、小池さんとどういうふうに付き合ってきたかとかですね、えー、政治家としての小池さんをどう思うかとか、えー、そういったことをね、話し合っているんですよ。で、これがね、なかなか面白い座談会でね、うん、というのは、小池さんをよく知っている3人なんだけども、改めて驚いたのはですね、誰一人として、政治家としての小池さんをですね、えー、評価している人はいないんですよ。 誰一人評価していないなですね、うん、で何を言ってるかというとね小池さんについて、えー、どういうことを褒めているかというとただねただただやり方がうまいとかこの男社会の中で女性が一人戦っている姿をねこの見せつけるイメージ作りがうまいとかですね、うん、言ってみればこのまあ今言ったようにイメージですね、えー、それを お人々に印象付けるのがうまいとそういうようなことだけなんですよ政治家としての本質ですねこれについてはね誰一人何も触れないんですねつまり、えー、これはね政治家としての本質そして政治家として何がやりたいのかその政治家としてのその大義って言いますかねそういうものがね全くないんですよ全くないんですねうん これはね、改めてこの座談会を読んで非常に驚きました。要するに小池さんは、政治家として何もないということなんですね。うん。でね、この座談会ね、まあこれから紹介したいと思うんだけども、もう国民はね、早くね、目覚めてほしいですね、小池さんに関してね。うん。ね。まあ一応ね、まあ、人気があることはまあみんな認めているんだけども、とにかくね、中身が何もないということなんですよね。うん。 これね、えー、座談会ですね、えー、参加したのは3人なんですよね。3人。まずね、政治ジャーナリストの田崎史郎,郎さんですね。うん、まあ、これ、あだ名がスシローさんという人でね、うん、まあ、これ、小池さんにね、あのよく取材して、えー、そういう話を聞いてるということですよね。それから、えー、ザアールの創業者でありですね、 えー、これは会長ですか ?CCC サポートコンサルティング会長でありですね。えーまあ、女性経営者ということで、ずいぶん早くからね、えー、この小池さんと知り合っていた奥谷玲子さんですよね。奥谷玲子さん。それから、えー、元の東京都庁の職員である澤明さんですね、うんまあ。沢明さんというのはね、 えー、これは小池さんがね、東京都知事の時に、えー、この築地市場移転問題とかですね、えー、そちらの方で、えー、ずいぶん小池さんとね、えー、まあなんていうかな、のもとでこう、仕事をした。あーなので、えー、これ、東京都知事として、あるいは政治家としての小池さんをよく知っているんですね。うん、この3人がね、あのー、座ン会やってるんですよ。ね。 でまずね、何、えー、といってもね、この座談会の前提と,前提となるのは、えーえー、小島敏郎さんね、えー、小島敏郎さんというのは、えー、小池さんのね、側近中の側近だった人なんですよね。もともとね、この環境省のですね、官僚の方で、えー、そして弁護士でもあるわけですよね。で、その小島さんがまあ、衝撃的なですね、えー、告発をしたんですね、小池さんに対してですね、 これは要するにカイロ大学卒業というのは完全な学歴詐称であるということですね。これはねえー、っと、えー、2020年5月にですねこのおい石井太子さんのね「えー、女帝小池百合子」というのが出たわけですよ。でこれはね要するに小池さんがカイロ大学卒業していないと学歴詐称をしているというふうに告発するね、えー、本なんですね。 でこれはねカイロ時代に、えー、小池さんと同居していた北原桃代さんという人がですね小池さんのね一挙手一投足を見ていたんですねそしてカイロ大学卒業していないとねということを告発しているわけなんですよでこの本が2020年5月に出たので、えー、小池さんはもう窮地に窮地に陥っちゃったわけですよねそこで、えー、この側近中の側近である 小島さんに相談したわけですよねそしたら小島さんがですね、えー、アドバイスを送ってねカイロ大学に声明文を出してもらったらいいじゃないですかとというね、えー、アドバイスをしたで小池さんはそれにねまあ、食らいついたわけですよね食いついたわけですよそしてなんとですね、えー、これはカイロ大学にそういうね声明文をね、えー、出して えー、もらうなんて、えー、ところじゃなくてですね自分でそれを作っちゃった自分で捏造しちゃったということですね、えー、それがね小島さんのねこの暴露になってるわけなんですよねそして、えー、そのね隠蔽工作ですねこれがね小島さんがね、えー、月刊文芸春秋でね詳細にね、えー、語ったんですよ、ねうん、でこれがね、まあ、今回ね この小池さんがですね、まあ、相当今追い詰められているね、えー、ところのね、一番の要因になってるわけですよね。うん。<laughs> そしてね、ところがね、このことについてですね、この奥谷玲子さんですね、この奥谷玲子さんはね、もう随分長い間ね、あの小池さんと、まあ、友人、えー、ね、友人として付き合ってきてるわけですよ。その奥谷さんがですね、 小池さんんにについいててこうううふうに語ってるんですすよそ、ねうん、それをまず、ね、そのまんまずの読んんでででみたいと思うんですねでも小池さん自身は学歴詐称疑惑について何も気にしていないと思いますよ彼女とはかれこれ40年近くの付き合いで親友ではないけれど友人ではあると思う彼女の性格や考え方を知っていますが小池さんはいつもその場のノリで何がウケるかを考えている人 普通の人とは次元の異なる感覚の持ち主ですから学歴詐称疑惑で騒がれてもそんなに大変なことなのという程度の認識でしょう。というねこれもねかなりショッキングなですねあの小池表ですよね。まあ要は小池さんはね学歴詐称に詐称についてねそれほどね重要性を置いていないと。 そんなに大変なことなのと、その程度の認識だろうと、というふうにね、えー、言っているんですよ、ねうん。これは小池さんをよく知っている奥谷礼吾さんのね、あのー、言葉なんですよ。ねうん、でね、この奥谷礼吾さんと、それから、えー、小池さんのお付き合いというのはですね、えー、これはね、奥谷さんがね、えー、語ってるんだけども、 1980年代初頭ですね、この奥谷さんがね、人材派遣会社のザ・アールというのをね、えー、設立した直後だったんですね。うん、お付き合い始めたのはね、あ最初にあったのが。何かね、こう、えー、奥谷さんが当時ね、親しくしていたコスモ石油創業者の中山義しさんですね。えー、この中山さんから、えー、 通訳を頑張っている女性がいるので会ってみ、えー、ないかと。というふうにね、えー、小池さんを紹介されたっていうんですね。で、この頃はね、の小池さんというのは30代初めだったということなんですよ。30代初め。でね、この頃のね、印象は、えー、この頃の小池さんね、30代初めの頃の小池さんの印象は、地味で野心のかけらもないような女性で、 はっきり言って政治家になる感じではなかったとという印象なんですね、うん。でね、これね、ちょっと補足的にね、これ説明しますとですね、このね、えー、小池さんと、それから奥谷玲子さんが知り合ったですね、1980年代初め頃ってのはね、どういう時期だったかというとですね、これはね、朝廷小池百合子、ねこれを参考にして言うとですね、 1976年5月にね、これカイロ大学の進級試験を受けたわけですよ。進級試験ね、小池さんがね。で、その2ヶ月後の 7, 7月に落第が分かったんですよ。落第の通知っていうかな、落第があその張,り張り出されたわけですよね。うん。そして、えー、その3ヶ月の10月に小池さんは一時日本に帰国,帰国するわけですよ。というのは、 サラト大統領夫妻がですね、エジプトのね、うん、来日するので、このサラ,サラト大統領夫人について、これエスコートしてくれないかというね、これ父親の求めがあって、それで帰ってきたということなんですよ。で、その時にもちろんこれカイロ大学ね、卒業してませんよね、これね、新旧試験落第したばっかりですからね、その時にカイロ大学を卒業したと。 いうね、嘘をつき始めるんですよ日本に帰ってきて。これは当時のね産経新聞がドーンと載せてるんですよ。ねうんえー、日本人女性として初めて、えー、カイロ大学を卒業した。ねうんえー、菜園である、ねうん。足の綺麗な足屋のお嬢さんとかなんとか言ってですね、ドーンと載せるわけですよ。他の新聞、例えば東京新聞なんかもね。 カイロ大学を卒業したとというふうに載せてるんですよここから嘘が始まるんですよねそしてね、えー、またエジプトにねカイロに、えー、帰ってきてですね、えー、小池さんが帰ってきて、えー、そしてねその産経新聞を北原桃代さんに見せるわけですよ得意になってねうん。で北原さんがびっくりするわけですよえカイロ大学卒業ね そういういことにしちゃったのっていうふうにねびっくりして聞いたら、えー、小池さんがね悪びれずに「うん」とか言ってですねそこから始まるわけなんですよ嘘は。ね。うん、中条清の嘘っていうわけじゃなくて小池百合子さんの嘘ですね。これはまさにね1976年10月一時帰国してね産経新聞をはじめいろんな新聞に「実はカイロ大学卒業したんですのよ」みたいなねことで始まったわけですよ。 そして、えー、それからに2ヶ月後の12月、1976年12月にね、日本に帰国するわけですよ。ね。うん。ということはですよ、うん1976年7月に、新旧試験落第しました。で、12月に帰国します。どうやって卒業できるんですか卒業できるわけないんですよ。ね。うん。聖徳太子であろうと、ね。 藤原,の藤原の道長であろうと、紫式部であろうと、これは絶対にね、卒業できないんですよ。ねうん、というような状況で、まあ、日本に帰ってきてで、嘘をつき続けて、そして、えー、1980年代ですね、の一番初めね、うんまあ、それからね、えー、4、5年経って、えー、小池さんが、えー、この奥谷玲子さんと知り合うわけですよ。ねうん、知り合う。 そしてその直後ぐらいからですね、えー、日本テレビのね、竹村健一の世相講談っていうね、これのアシスタント役に、えー、これはね、抜擢されるわけですよ。小池さんがね。ここから始まるわけですよ。そしてその後にテレビ東京のワールドビジネスサテライトですね。 これの初代キャスターに抜擢されるわけなんですよ。これは僕も、これは僕もね、よく見ていましたけどね。うん。ここで小池さんが、あスターダムにね、どーっと出てくるわけですよ。ね。そして、後に、あの、まさに、細川森弘さんの日本神道ですね。そこから政界に入っていくということなんですよ。ね。うん。そういうことなんですよ。ね。そしてね、 まあそういうふうにしてまあ嘘街道をですねずっとね走り続けて続けてきた、えー、小池さんですけどもねうん。で今回ね、えー、今回、えー、この小島さんのねこの内部告発によってこの嘘ね嘘がバレちゃったわけですよね、うん、嘘がバレちゃったわけですよ。そしてねえー、っとこれねこれ田,崎田崎さんがね田崎寿司郎さんが えー、指摘しているんだけどもこの前のねこの記者会見でね、うん、これ小池さんがね、えー、小島さんの告発について「前提が間違っている」「卒業を証明できるのは大学だけです」というふうにね反論しているんですよね。うん、要するに、えー、これはね、あのー、小池さんはカイロ大学の卒業証書と 卒業証明書をね、もらってると。うん、それをまあ、まあ見せたりしてるわけですよ。ね。で、これについては、偽物の疑いが非常に極めて強いんですよ。ね。極めて強いんですよ。これ、カイロ大学が、えー、当時ですね、1976年当時、これはサラト大統領時代ですけども、カイロ大学自らが偽のね、えー、こういう卒業証明書みたいなものを出していたわけですよ。 これはね、ジャーナリストの取材によっても分かってるんですよね。うん。だけども、このカイロ大学がですね、いや、それは偽物でしたというふうにね、認めるはずもないと。ね。なので、えー、これは、えー、小池さんの主張を突き崩すのは、これは、まあ、難しいと。容易じゃないと。ということを田崎さんがね、えー、これ指摘しているわけなんですよ。ね。うん。そしてね、 問題はですね。今年の7月のね。東京都知事選なんですね。うん、まずね。小池さんはもう国政に復帰することはね。もう難しいと思うんですよね。うん、まず6月の解散総選挙ね。まあ、これはね。やっぱり岸田さんね。何かやるかわからない。岸田さんというのもかなり難しいということで。そうすると小池さんにとってはね。この7月の都知事選ですね。これしか選択肢はなくなるわけですよね。 うんまあ、参戦を目指して、えー、出るということですよね。そうすると、えー、このね、<laughs> 都知事選に出るとなると、選挙候補というのがあって、えー、この選挙候補ね、その候補者のですね、その経歴とかですね、えー、政治的抱負とかね、それを書かなければいけないわけですよ。そこでその政治的政治経,経歴の中にですね、えー、小池さんね、うんまあ、自分の経歴の中に、 カイロ大学卒業をねというふうに記すかどうかっていうね、非常な問題点があるんですよねこれはね、そういうふうに、カイロ大学卒業というふうに選挙広報に記したら、えー、これ、小島さんがね、刑事告発すると言ってるんですよ。つまり、えー、これ、公職選挙法違反であるということで、刑事告発するということですね。うん、ということは、これ、小池さんはね、ものすごい窮地にね、た、えー、らされたわけですよ。 一つは、カイロ大学卒業というふうに、ね、記して、そして刑事告発を受けるのかですね。あるいは、カイロ大学卒業というのを書かない。あえて、ね、書かない。今回はね。うん、そして、えーね、でその立候補するということですよね。だけど、カイロ大学卒業というのを書かなければですね、これ、自ら認めたことになっちゃうわけですよね。うん 卒卒業業実は卒業していないいんだっていうね、うん、なのでそれもなもう極めて難しいだろうというふうにまあ普通は推測されているわけですよね。うん、ところがその点についてですねこの小池さんをよく知っている奥谷玲子さんがですねこのことについてもね非常にユニークな、ね、ことをねあの語ってるんですよ。このこのね えー、この言葉もね面白いのでそのままですね、えー、ちょっと読んでみたいと思うんですねあ奥谷さんはこう言ってるんですよ小池さんのことだから7月の都知事選にはカイロ大卒とカイロ大卒を経歴から消して出馬するかもしれませんよメディアが騒ぐから消しましたとさらりと答えるような気がしますここの騒ぎをこの騒騒ぎぎをを 自分が話題になる好機とさえ考えている。それくらいしたらかな人です。相手の出方を見て計算しながら、世間が騒ぐままに任せている。っていうね、これすごいですね、これね。あこれすごいですね。これね、奥谷さんのね、この指摘をね、読んでね。うん、ああ、なるほど。これも確かに、ね、可能性としてなくはないなと思いましたね。 うん、ねえ、うん、要するにカイロ大学卒業ね、うん、これね経歴から消し,消してね,ねそして立候補してそしてね、うん、それ指摘されたら「いやメディアがあまり騒ぐので、ね、この際消しました」みたいなねケロリとねあの答えるような気もしますよね,、うんねうん、カイロ大学卒業はね 本当なんだけどもメディアが騒ぐのでね消したとねそのぐらいねしたらだということですよね、うん、ね、そしてこの騒ぎを自分が話題になる後期とさえ考えてるんじゃないかということですよね、うん、これはねまさに小池さんのね本質をねあのついているような気がしますよね。うん、ね気がしますよね うーんだけどやっぱりねこれはねうんやっぱりねこれはねあのー、このあとね澤明さんね東京都庁のね職員だったですね澤さんが、まあ、指摘しているんだけどもでもやっぱりねこれはやっぱり打撃だろうとねうんこれはそうはいかないんじゃないかと。 いうようなね指摘もしているんですねこれね。うん。これはね、まあ、両方ともね、まあ、見方は成り立つんだけどもね普通の感覚からしたらねやっぱり澤さんのねあの指摘の通りだと思いますよね。うん。ね。うん、ねでね要はねこれ奥谷さんがね指摘しているんだけどもこの何でねそういう小池さんをね この国民というかな東京都民というかいつまでもねこの支持しているのかという問題なんだけどもね奥谷さんが言っているのは要はこの男社会にですね、えー、女性である小池さんがね一人切り込んで戦っているそういうイメージですねこれが多くの女性たちの共感を呼ぶんだとねうんなのでこれはね 今ね有力な対抗馬もいないのでこれは今回のねこの小島さんの告発だけでは小池さんを引きずり下ろすことは難しいだろうとということなんですよねうんだけど澤さんはまあ、さっきねちょっと言ったようにですねいやそうは言っても、ね、今回のことはやっぱり絶対にマイナスだマイナスだとねうんでやっぱりね この記者会見、定例記者会見ね。まあ僕もこれ出ましたけどね、オンラインでね。そしたら僕はね、質問しようとしたら全くね、無視しましたけどね。さーっと言っちゃいましたけどね、いつものようにね。うん、で、そういうね、えー、記者会見でのね、小池さんを見ていると、やっぱりね、内心ビクビク、ビクビクしながら、怯えていると思いますと。というふうに指摘していますね。うん、これはね、僕もそう思いました。 僕も記者会見に出てね。まあこれはもちろんオンライン上だけども、小池さんの様子を見ていて、やっぱりこれはね、怯えてると思いましたね。うん。で、やっぱりね、うーん、このですね、学歴詐称の質問に対してはね、相当緊張してますよ。それはね、すぐに分かりました、僕には。うん、すごく緊張してました。そしてね、<laughs> あの、最後にね、僕を含めてですね、 あのー、フリージャーナリストたちね、えー、5、6人がですね、まあ、5人だったかなあの、オンライン上に残ってたわけですよ。みんなね、挙手していたわけですよ、オンライン上でね。うん、でそれを無視して、ね、無視して、さーっと行くときにですね、やっぱりね、相当、なんていうかな、もう、うんまあふん、まあ、いい君だ、みたいなですね、そんなような雰囲気でしたね。うん、ね相当ビクビクして、怯えている。 そして、えー、そういうですね、ジャーナリストたちをですね、無視していくときには、ね、ざまあ見るみたいな感じで、さ、えっ、ー、と行きましたね、うん。その心理状態がね、よく分かりましたよ。ね。うん、その心理状態がよく分かりました。ね。うん、ね。うん。そしてね、この澤さんですね。えー、っと、澤さんというのはね、 えっとこの人の築地市場のねこの豊洲への移転問題ですねまあこの時からね、まあ、このずっとね小池さんと一緒にやってきたわけですよ小池都知事とね、うん、でえー、っとねうんやっぱりねこの小島さんがですねその小池さんをね今回告発したのはですね やっぱりこの築地市場のね豊水店ですね、うん、これやっぱりね小島さんがねあの豊水店はちょっとね、まあ、まずいんじゃないかというようなことをねまあ教えたわけですよ小池さんにねところが小池さんはそれをね裏切ってしまったと最後はねそれからもう一つはこの明神宮明神宮外苑再開発ですねこの樹木伐採計画これをめぐって この小島さんと小池さんは非常にこう何て言うかな、えー、意見が分かれたと、そして決別したということですよね。うん、これ小島さんというのはね、この環境省の出身で、もうとにかく学生時代からね、あのー、この環境問題については非常に関心が高いね方でですね。でそれで、えー、この小池さんに色々とねアドバイスしてきたのに。 最後は、まあ、裏切られてしまったということですよね。うん。裏切られてしまった。そして、紗さんが言うにはね、小池さんという人は、小池さんという人は、常にね、人を敵か味方かの二分法で考えていると。ね。うん。で、味方であっても、はね、腹を割って話をする関係を結ばないと。ね。うん。ね。そして、自分にとって使える人間かどうか。 そういう利害関係で見ているということですね。で利害が一致しなくなれば立ちどころに切り捨ててしまうとね。うんこれはまあそうだろうなと思いますね。これはね。うんこれは僕もねまあ短い経験ですけどもねこの記者会見にねこの2つばっかり出てですねやっぱりそれを直感しましたね。うん一生懸命ねこの なんていうかな、質問したがっているジャーナリストね、敵か味方がね、敵か味方か一生懸命見分けようとしていると。それがね、ひしひしとね、ビンビンと伝わってくるんですよ。ね伝わってくるんですよ。ねそれで僕が手を挙げようとした瞬間にね、ああ、じゃあこれで終わりますとか言って、さーっと言っちゃうとかね。うん、ねそれをね、敏感に察知するんですね。こいつは敵だみたいなね。うんねうん ねそしてそれについてね奥谷さんはね、えー、こう言ってるんですよね「悪気はないと思いますよ」「ただ性格がドライで先ほども言ったようにその場のノリで生きている人だから一つ一つ物事を着実に進める人にとってはある日突然彼女からはしごをさ外されたかのような感覚に陥る場面が出てきて勘違いしてしまう」っていうね、うん、まあ、ちょっとねよく分かったようなわかんないようなね、うん そういうい、ね、評価なんですよね、うん、で結局澤さんもまた言ってるんだけども最後の最後で相手を裏切るとこれがね小池さんの本質なんだということなんですね。うん。ね。うん。で小池さんの本質っていうのは要するにそ要するにその程度の人なんですよ。はっきり言ってね。うん。ね。でこれね奥谷さんがね 小池さんとのね思い出話ねしてるんだけども、えー、これはね非常に、ね、印象に残った話としてねバリ島にね一緒に旅行をしたんですよ小池さんとね奥谷さんがねそこでねあれと思ったことがねあったっていうんですよ奥谷さんねというのはね2人並んでマッサージを受けていたんですよねそうすると小池さんが急にねこう,こう言い出したんですよ私眼鏡をかけた方がいいかしら 白髪に染めた方がいいいかしらっていうねで奥谷さんが「貫禄でもつけたいの?」とね聞き返したんだけどもね。うん、でその時に奥谷さんは直感したのはね直感したんですよ。あ大臣のポストを狙ってるなっていうねでその通りその直後に環境大臣になったんですよ。ね。うん、まあそういうふうにね何て言うかなまあこれ一つのエピソードだけどもこの政治的なね 政策的なことよりも、こんなね、メガネをかけた方がいいかしらとかね、白髪に染めた方がいいかしらとかね、そんなことしか気にしてないということなんですよ。ね。うーん。ね。そしてね、これは田崎さんがね、田崎スシさんがあ指摘しているね、えー、ことなんだけども、安倍さんはですね、安倍さんね、安倍晋三さんね、やっぱりね、小池さんを、 すごい警戒していた。っててうんですよね、うん、警戒していたというのは、えー、これね安倍さんはね小池さんを人事的にね、えー、この首相補佐官にしたり防衛大臣にしたりね、えー、これねいい何て言うかなポジションを与えたんだけども小池さんはね恩をあだで返すようにね安倍さんを裏切ったんですよ。ね これどういうことかっていうと、2012年のね、自民党総裁選で、安倍さんと石破茂さんの対決になったんですよ。ね。うん。で、その時ですね、石破茂さんの方が、まあ有、有力視、有力視されてた、されていたんですよね。うん。だから、なのでね、この小池さんはね、最初は安倍さんを応援していたんだけどもね、コロッとね、石破さんに寝返ったんですよ。<laughs> コロッと寝返って、石破陣営の、 最前列に座っっててて平然としていたって言うんですよ <laughs>、ね、あ要するに小池さんという人はねもうこういう評価なんですよ要するに政策的な中身は何もないただただその時の政治的なですねどっちが強いかどっちが弱いか、ね、それによって強い方について、ねうん、それまでどんなに評価していてもあるいはあ、ね、恩を受けていても そんなものはどうでもいいと。ね。自分が生きるためには何でもしなきゃいけないということで、ね。敵方の方にコロッとね、願いって、そして平然としてるということなんですよ。ね。あ、う、あ、ん、これはっきり言最低じゃないですか、これ。<laughs> ね。最低人間と言ってもいいですよね、これね。うん。ね。そしてね、この澤さんね。うん。澤さんはね、こういう風なね、思い出話言ってるんですよ。これも痛烈なんですよね。 私は中央卸売市場次長として築地の市場移転問題について何度も彼女に報告しに行く機会がありましたしかし小池さんから政治家としての志を感じたことは一度たりともありません岩盤のような男社会の壁を切り崩してきたことは認めますが都知事として何がやりたいのか全く見えず悪く言えば中身がない <laughs> これもうはっきりしてますよね うん、はっきりしてますよ。ね。うん。ね。そしてねこう,こういうふうにも言ってるんですよ。ね。本当のところ小池さんにとっては築地だろうが豊洲だろうがどちらでもよかった。世間が築地を応援する流れになれば移転反対派の築地みさん会に良い顔をする。ところがあっさり豊洲への移転を断行し築地市場への復帰という約束を保護にしてしまう。 築地の人たちは騙されたと憤っていましたが小池さんには両親の呵責すらないでしょう <laughs> っていうね <laughs> ね <laughs> これもね小池さんのね本質本当についてますよねうんねでこういうふうに奥谷さんは奥谷さんはね更にねこういうふうに言ってるんですよ、ねうん、新型コロナ対策の3密や5つの章など キャッチコピーを考えてアピールするのはうまいけど、話題先行で終わってしまう。世間では何が受けて宣伝効果を狙えるのか、常に考えている電通のような人なんです。<laughs> 人間電通というね。えー、これ、新しいあだ名ですね。これね、小池さんが人間電通ね、うん。世間で何が受けて宣伝効果を狙え、狙えるのか。まあ、それしか考えてないというね。人間電通としてここまでやってきたということですよ。 ねうんね、で田崎涼志郎さんがね、えー、こういうふうに言ってるんですよね、うん、政治家として何をやり,たいかやりたいかよりも何が得かに執着しているっていうねもう <laughs> 散々ですねこの3人ね,、うん、ね散々ですよ、ねうん、すごいですねうんね そしてね、えっ、ー、と、この希望の党のね、えー、このお話ですね。希望の党。これは2017年ね、2017年に、この衆議院選挙があったんだけども、その前に、小池さんが希望の党を立ち上げたわけですよ。ね。これから、何度かね、これ振り返りましたけどねで。希望の党を立ち上げてですね、そしてこれでね、あの、国政にね、行こうとしたわけですよ。ね。 そして当時ねこの民進党がですね前原誠司さんですね前原誠司さんが代表だったわけですよね、うん、そしてこれがね、えー、希望の党への合流を画策したわけですよそして一旦は話がまとまったわけですよね、うん、でところが小池さんはね、えー、この民進党の全員を受け入れるつもりがね、えー、まあな全然なくて、まあ、記者会見で排除しますと,というふうにね、えー、宣言したわけですよね それで、えー、この排除宣言によって、希望の党は、えー、失速していくと。というようなあことなんですね。うん。ね。で、この時ね、あー夜中に、深夜にね、えー、前原さんからね、奥谷さんのところに電話がかかってきたって言うんですよね。うん。ね。前原さんがね、奥谷さん、小池さんの携帯番号を教えてくれと。ね。まあ、これは相当前原さんね、焦ったんでしょうね。 うん、えとにかくこの排除発言によってもうとんでもないことになっちゃったわけですよね。うん、ねえそこでねまあ携帯番号を教えたわけですよ。ねうんえー、だけども、えー、前原さんが小池さんに電話したら1、ね、対1で喋ることができなくてなんと間にですね、えー、若狭勝さ,さんね、えー、この人はね、あのー、検察、えー、元の検察官で今弁護士ですよね。 うん、で、この一時ね、えー、小池さんとね、あのー、これなんていうかな、まあ、政治的なね、行動を共にしていたんですよね。うん、で若若若、その若狭さ,さんが間に入ったっていうんですよ。ねうん、というようなことで、小池さんはまあ要するに逃げたわけですよね、ここでね。うん、逃げたわけですよ。ね。うん、ねうんん そういうようなことですよね。ああだ結局ね、この時ですね、あの小池さんはね、国政にね出なかったんですよね。うん、総選挙に出なかったわけですよ。ね。えなのでこれはね、希望の党が失速したのは結局、廃止この排除発言よりもむしろ小池さんが出なかった方がえ大きかったとというふうにね澤さんはですねえ、分析しているんですよね。 うん。ね。うん。でね、奥谷さんはね、えー、奥谷玲子さんね、うん、奥谷玲子さんはね、えー、こういうふうにね、それを、それを受けて、こういうふうにね、発言してるんですよ。確かに、小池さんが出馬していれば、情勢も大きく違っていたでしょうね。本人も当時は本気で、総理の座を狙っていたと思います。ただ、いつもと同じで、結局、彼女には、 大義がないんですねっていうねこれどうですかこれ <laughs> ね、うん、これ小池さんとね友人の奥谷さんが指摘してるんですよね、うん、結局ねこの時希望の党の時に総選挙出なかったですよね、うん、で、えー、そのねそれを見て奥谷さんが思うのは結局ね小池さんにはいつもと同じで大義がないんですねと。 大義ってのはね大きい義理の義って書くね大義ですね。うん、で要するにこのね政治というのはこれはね何と言ってもですよ自分のためにやるもんじゃなくて国民のためにやるものですよね。ということは国民のためにこれをやるんだとこの政策を何としても実現するんだと。ね。うん、ねこの外交政策はこれは日本にとって絶対に必要なんだと。 いうねねここのこれが大義ですよ、ね、自分のためじゃなくて、えー、この社会のため国家のため国民のためこれが大義ですよねそれが小池さんには結局ないということなんですよでそれが奥谷さんから見ていつもそれは同じなんだと大義はこの人にはないんだということなんですよ、ね、これもまあ辛辣といえば辛辣ですよねうん これズバリ当たってると思うんだけども、まあ、辛辣、辛辣ですよね。うん。ね。で、澤さんもそれにね、全く同感だという意見なんですよ。ね。政治家として心、志がないのと同じで、国政に打って出るだけの大義がなかったということなんですね。うん。ね。 まあ一応ね、この奥谷さんはね、あのー、小池さんのまあ友人ですからね、うん、友人なので、えー、一応小池さんをね、あのー、フォローしてるんですよね、うん。どういうふうにフォローしてるかっていうと、まあ、とにかく小池さんはね、自分の力で、ね、戦略を練ってポジションをね、いろいろ選択してきたと、ね、そして世襲でもな,な,いなかったと、世襲でもない一人の女性が、男社会の政界で一人ね、のし上がっていくには、 まあ、カイロ大学卒業ぐらいの肩書きがね、やっぱり最初は必要だったんだと。でそれがなければ、相手にもされなかったと。ねうん、で、えー、小池さんは人を、ね、裏切るし、国家感もないと。だけども、他のの、ね、女性政治家に比べれば、小池さんの方が相対的によく見えると。ねうん、で、このお差はですね、ちょっとやそっとではなかなか覆せないよと。 まあそういうようなね、あのー、弁護の仕方をしてるんですね。うん。ね。うん。だからとにかくね、政治家としてね、その大義も何もないっていうね、う人ですからね。これはね、えー、まさに今ね、東京都知事ですから、ね。この都庁のね、職員としてはこれ、たまったもんじゃないですよね。うん。たまったもんじゃないですよ。なので、澤さんがそれを指摘してるんですよ。ね。都庁 OB としてはね、 この都知事にの座にしがみつくことはこれ最悪の展開だと、ねうん。現役の職員たちはそれを一番危惧しているということですね。よっぽど嫌われてるんですね、小池さんね。うん、いや、それは分かりますよ、それ。ね、それは分かりますよ。これ、澤さんはね、こういうふうに言ってるんですよ。空飛ぶ車空飛ぶ車の開発や、江戸の文化を世界遺産にするといった。 実現性のない政策ばかりを掲げ、思いつきの無理難題に有能な職員や多額の予算が追い込まれています。そのせいか、知事直轄の政策企画局では、この1年の間に約30人もの職員が退職している。職員たちの間では、小池知事が続く間は本庁にいたくない。出先機関で身の安全を確保したいと囁かれています。これは最悪ですよね、これね。ああ、最悪ですよ。 最悪最低の土地と言っていいんじゃないですかね、これね。うん。ね。最悪最低ですよ。ね。うん、これはまあ要は、要はですね、まあ、小池さんね、うん、まあ、これね、奥谷礼吾さんが言うようにね、まあ、男社会で、ね、やってく、えー、るにはね、えー、そういういろんなね、えー、まあ、えー、戦術的なことがね、いろいろ必要だったんだというようなね、弁護の仕方もあるんだけども、 えー、これはね、えー、小池さんのもとでねずっとねやってきた澤さんのようなね東京都庁 OB がね証言するにはとにかくうー小池さんについてはもう東京都庁の職員をねもうほとんどねすごい嫌ってるともういい加減にしてくれということでねうもうとにかく小池さんが都知事でいる間はもう痛くないと。 東京都庁にいくまあというようなことでね、うん、これはねまあ、7月のね都知事選どうなるのかですねそしてその、えー、経歴ですねこの経歴のところにですね選挙候補の経歴にカイロ大学卒業というふうにねさらっとケロリとしてね記すのかどうかですね。 うん、だけどこれね奥谷さんがそういうふうに言うんだけどもね、うん、これカイロ大学卒業というのを削ってですよ、うん、そしてね、えー、ケロリとして言うんじゃないかって言うんだけどもこれ僕はふっと考えるとね、うん、これ小池さんねカイロ大学卒業したというふうに言ってるんだから、えー、カイロ大学卒業っていうのを削,削ることがむしろねむしろそれこそ この経歴に当たるんんじゃないんでしょうかね、これね。これうんどうなんでしょうか <laughs> ねうんこれは、えー、そういうふうに記さなければ小島さんの刑事告発はなくなるけれどもでもねこれまでカイロダー卒業というふうに記してきて今回削,る削ったこれは今回、ね、むしろ経歴詐称をしたんじゃないかっていうね解釈も成り立つんじゃないでしょうかねこれねうん。 まあこの辺どう考えたらいいんでしょうかねこれね。まあちょっとこれ疑問なんですけどもね。まあ、というようなことでね。まあ、今回ね、この座談会ね、文春オンラインのね、この3人の座談会が、えー、結構面白かったんでですね、これはぜひとも紹介しなきゃいけないなと思ってね、ね紹介いたしました。ねというようなことでね、今回はね、これで終わりたいと思いますけども、最後にまたですね、コマーシャルタイムいただきましてですね、これコロナ日本国書ですね、 これはコロナ対策、感染症対策が非常に重要なんですけども、えー、これは自民党政権のもとではね、えー、これはね科学的な知見に基づいた対策ではなくて、利権に基づいた対策になってしまってるんですね。なのでね、これ失敗せざるを得ないんですね。そのことを書いた本です。ぜひ読んでいただきたいなと思います。それから、原発と日本列島ですね。 えこれはね、地質学者でありながらですね、えー、同年動力炉核燃料開発事業団に30年間ね、勤められたですね、えー、著者の土井和美さんがね、能、え、登、ー、半島をはじめ、日本列島のですね、えー、全国の,この地質を調査したんですね。その結果、日本列島の地質の上には原子力発電所を作ってはいけないというね、結論に達したんですね。これ、危なすぎるということなんですよ。えー、人生をかけたね、この結論なんでですね、それがね、 わかりやすく書いた本ですね。ぜひ読んでいただきたいなと思います。それから、えー、これはねアメリカ新文学のね機種ですね。トミーオレンジですね。えー、これはねアメリカのですねアメリカのですね数々な賞であるヘミングウェイ賞、それから全米図書館賞を受賞したですね。えー、非常にね、えー、面白い非常にユニークな小説です。 えー、僕の見る限りですねこれドストエフスキーそれからウィリアム・フォークナーのね、えー、直径にあたると思います21世紀のウィリアム・フォークナーになることは間違いないと思いますねうん、えー、日本語のね訳文ですね日本語としても非常にこうなれていてですね、えー、ストーリー的にも非常に面白いのでどんどんね、えー、面白く読み進めることができますそういう小説です、えー、ぜひですね、えー、読んでいただきたいなと思います そしてこれがですね、僕が関係させてもらっている、えー、5月初方新社の新刊なんですけども、今日本全国ね、えー、地方の方では、本屋さんが少なくなって、えー、本を直接買えないとか、あるいは Amazon でも本を買ったことがないという、ね、方もいらっしゃるかと思うんですけども、そういう方は5月初方新社に、えー、直接、直接ファックスなり電話なりしてきてください。えー、5月初方新社としてはあ、えー、郵便振込とか銀行振込で対応したいと思います。 5月初募新書の FAX 番号、電話番号は104の方で、えー、すぐにわかりますので、どんどんですね、遠慮なく行ってきていただきたいなと思います。というわけですので、本日この回はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。